多彩な変化球だったが一軍に定着できず A ランク、 S ランクの登場はなし。開幕ローテーションも逃してしまった。オール B に強化でスタミナ型、完投勝利などを挙げ S 初登場。球威型で登場、変化球も強化された。3勝12敗と結果を残せず B ランク、変化球も少し変わった。この年も B ランクの登場、なかなか結果を残せない D ランクのみだった。2軍でも3勝8敗 B ランクだったが制球スタミナ同値。久々の S ランク、球威制球同値で特殊能力は超タイピンチ。 S ランクの登場はまだないが制球型になった。ここまで2勝2敗、覚醒なるか。